さっきの感じ。私たちお掃除ユニット東京クリアーズでーす。よろしくお願いします。説明です。はい、ギリギリ東京クリアーズはですね、うん、毎週火曜日に YouTube で配信している私たちがねもう撮ってる番組なんですけど、もう私たち喋り足りない、うん、そこでも喋り足りないし、うん、ライブでも喋り足りないということで、うん、1時間まるまる生放送でやっちゃおうっていう番組です、うん、今日火曜日だから、うん、今日も配信あるので、はい、そうだ、そう、ね、終わる頃、この番組が終わる頃9時ぐらいに、うん、今日 YouTube に配信されるので、そちらもよかったらチェックしてください。今回のやつ面白いよね。今回のやつそう、かわいそう。そう、結構見たら面白かった、うん、かわいそう、かわいそう、かわいそう、だいぶね、うん、だからだいぶかわいそうよ。よかったらぜひ9時から見てください、はい、見てください。というわけで今月は10月ということで、はい、ハロウィンですね。はい、はい、なのでちょっと軽く仮装してきました。イエーイ。ちょっとつけてみました。なんなの。いや、なんか、これ何なの？あの、毎年ね、やっぱりこうやってみんな、こういう感じでつけるじゃないですか。カチューシャ。でも、飽きたんですよ、もうお豆は。うん、もう毎年毎年。で、なんかそう、違うの、ないかなと思ったら、お、型に乗せるやつあると思って、買ったらめちゃくちゃ邪魔でした。なんかめっちゃなんか、配信しづらそうだよね。なんか、しかも、ハロウィンなのかっていうね。これ何なのっていう。なんかきっと魔女の格好とかしてたら、うん、ね、確かに。顔がめっちゃムカつくんですよ。こいつの。生意気だよね。なんかね、あ、悪口言うから。挑発的な顔してるし。確かにね。なんて言ってんだろう。えーって言ってない、ね、何も言ってない、何も言ってないのよ。まあ、もみはこれで、はい、守護霊でやっていきますのでよろしくお願いします。まあ、私はあの結構毎年猫ちゃんとかやりすぎたので、うん、ここのリボン見たらこのリオチが誕生日にくれたワンピースとピンってきて合うかなと思ってリボンにしてみました、うん、ね、でリオチはあの毎年猫でできるかなと思って今回トライにしました。でこれしーちゃんがね、しーちゃんのお母さんが、エリちゃんが作ってくれた、ね、去年も髪飾りも作ってくれてるけど、ハロウィン用に作ってくれてる、ね、いい、年に1回しか。しーちゃんそれは何。これあの不思議の国のアリスのマットハッター。ああ、アリスの、アリスついてる。これ、あ、なるほど。これは、ま、魔女さんはつけたんだけど、うん、自分でつけたの、え、かわいいじゃん。すごいね、本当はゴムでつけてるね、はい、あの今日ね、 T シャツを自分の生誕祭のうさぎちゃんと、まあ、マットハッターでちょっとアリスっぽくしてみました、うん、確かにいい感じ、いい感じ、はい、いい感じ。まあ、私はもうスタンダードの猫ですね。スタンダードな、スタンダードなコメントつまんますぎる。スタンダードな猫だ。猫ってなんかあの可愛くないですか。可愛いよね。それもリュウチこれの案持ってんの。お揃いなんです、キラキラ。でもお揃いにしてこなかったんや、うん、なんでよ。持ってんのね。え、絶対リンこれつけてくるかなと思って。あ、なるほどね。でこれ嫌だなって、そのこれをゲットするときにお揃いやだ、ゲットするときにピンク可愛いと思ったのに、あ、ピンクがいい、ピンクがいいです、ピンクがいいですみたいな。めっちゃ言うやん。いや、まあ、先輩だからさ、うち、まあね、ちょっとさ、あってもいいじゃん、まあね、何色にしますって言われてからね、 あ、ピンクがいいですテンション上がってたんですよ。すいません、譲ります、うん、譲り、いや、大丈夫、譲ります、大丈夫です、大丈夫です。でも、はい、そんな感じで、はい、受けてきました、はい、どうも。ということで、ハロウィンにちなんで今回一つ目の企画は、うん、お菓子の名前の由来は何でしょうです。イエーイ。こうやってね、言われても、あ、なんやねん、なんだって感じだと思うんですけど、うん、お客さんパンパンって言われてる。パンパンですよ、パンパンですよ、今日パンパン、みんなありがとう、配信見てくれてる皆さんもありがとうございます、ありがとうございます、待ってるよ。で、この企画はですね、はい、以前私があの博多のお土産で、ね、通り芋、通り芋をいただいたんですよ、うん、通り芋、通り芋、通り芋をいただいて、で、そのリハの時にメンバーにこう配って、うんうんうん、美味しい美味しいで食べてたんですね、休憩中に。そうそうそう。
でこの通りもんの由来をこう想像して言ってこうよみたいな。なんで通りもんなんだろうね。だろう、そうそう、そこから、ね、勝手に作ってね。それ面白くて、うん、で次の義理とこれにしようってなって今回持ち込んだんですけど、うん、あんま意味わかんないじゃないですか。だから前回のちょっと日本語というか通りもんの由来変なの言ってたよね、リオチ。なんか家の前人通りが多くてなんかそこのお菓子屋さんでなんかこれ売ったらもっと人通りが多くなってみたいなっていう感じですよ。リンのやつが結構良かった。めっちゃ良かった。通りもんって江戸時代に作られたお菓子なんですけど、うん、江戸時代って鎖国があったじゃないですか、うん、福岡のお菓子なんですけど、その福岡の、うん、上の方にある長崎がオランダとの外交があって、そこでカステラとかが運ばれたんですね。本当っぽい。そう、うまいくないじゃん。わかんないから。うんって聞いちゃうの。そうそう。福岡に有名な門がなかったんですよ。各地って結構いっぱいたくさん有名な門があるんですけど。うん、で、その門がない時にそういう鎖国のこともあって、うん、でその持ってきた。カステラを和菓子とちょっとコラボレーションしようっていう風にして、うん、今のああいう形のお菓子ができたんですけど、でそのお菓子を持って各地ね、いろんなとこ行く時に門を通るので、門を通っていっぱい広まりますようにっていうので通り門っていう名前がついたんです。嘘だよね、嘘やけどね。それっぽい。そう、でもそれ一番それっぽかった。それっぽかった。いや、なんか鎖国とか江戸とか言われるとそうそうそう、うんってなっちゃう。なんか歴史的なものを感じるよね。そうそう、何も言えなくない。そんな感じで、そんな感じで、うん、で今回ちょっとやっていきますから。いや無理、難しいよね。一つ目はですね、柿の種だ。柿の種由来、ね、そのまんまじゃん。もう柿の種は柿の種やからね。そのまんまだよ。でリュウチからいきたいと思います。ああいいよ。まず皆さん、配信を見てくれてる皆さんもね、うん、柿の種って読むじゃないですか、うん、これ読み方違うんです、うん、違うの。か木の種なんです。あら、読み方がまず違うんです。マジで。そうで、ある夫婦が、おじいさんとおばあさんがおりました。で、か木でちょうだいっていう、それはおじいさんが好きなおせんべいだったんですね。だけどそのおじいさんはそのおせんべいを粉々にしないと食べれないんですよ。歯が悪いのかな。で辛い辛いで、かぁ種ちょうだいって言われてピーナッツで、それでかぁかぁ切りちょうだいかぁ種ちょうだいで、最終的にかぁ木の種ちょうだいっていうことで柿の種で、そのさ、頼んでる時それは何だったの。そのだからそので、そのお母さんあったんでしょ。だからおばあちゃんが、うちの旦那は辛いのとナッツを食べたいから、うん、みんなそうなんじゃないかってことで、そう一気に面倒くさいから渡したわけ、うん、そしてお父さんが一気に渡した。それは何なの。これこれ柿の種でしょ。違う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 由来の順番がおかしいじゃん。柿と種だったの。あ、柿の種。柿の種ってどういうこと。もうカーのあれがわからないの。カーの無理やり無理やりがすごいっていうね。たまにおばあちゃんがそれを梅も持ってきてくれたから。最近でしょこれ。これは最近でしょ。梅バージョン持ってきたっていう嘘です。分かってますよね。分かってますよ、ね、嘘なのってきたから。嘘ですよ。そうなんですね、うんうん、っていうことですね。じゃあ本当はか木の種っていう呼び方なんですけど、まあそこら辺はね、皆さんがちょっと勘違いしてらっしゃるということで、なるほどね、教えてあげたよ、はい、みんなが勘違いしてる、うん、みんなのせいってことですよね。みんなが間違えてる、はい、はい、以上ありがとうございました。ありがとうございました。なるほどね。私これ知ってたんですよ、由来。あ、そうなんですか。知ってて、なんか普通に開発とかするじゃないですか、お菓子の工場の開発部みたいな、うん、でなんかマンネリ化じゃないけど、なんか他に新しいのが全然生まれなくて、おせんべいを形変えてみたり、うん、曲がらしてみたり、うん、濡れたのも、うん、甘い感じのも出て、うん、なんかないかなってずっと毎日みんな思ってたわけですよ。でもなんかその、うん、ピンってくる時って急らしくて、うん、なんかそれを思い浮かんだ人が息子がいて、みんなで秋だったから、うん、柿を食べてたらしくて、うん、で息子が食べた後になんかちょっと下品にペッて出したらしくて、うん、あら種嫌だみたいな、うん、ピュンって飛んできたの見て、はあ、これだってなって、このサイズだったらウケるんじゃないかっ
ってことで嘘です。嘘が急急な嘘っていうね、嘘が急っていう由来です。なるほど、由来です。え、でも喋り口ちょっと騙されたでしょ。いやいや、ちょっとね、聞き入っちゃったね、ちょっとね、知ってたんですよって言えば、いいよ、嘘なんだけどね。いや、嘘でした。なるほどね、ありがとうございます。いや、ぽかったですよ。同じレベルだったよね。え、うちもぽかったっしょ。同じレベルだった。同じレベルではなかった。同じレベルではなかった。じゃあ次、終わりかな。はい、皆さん、間違えて覚えてますね。また結構。マジで昨日なんですか。違います。かっきの種じゃなくて、うん、本当は多分みんな聞いたことあると思うんですけど、柿の美容外科って知ってるでしょ。聞いたことあるでしょ。柿の美容外科歌も知ってますけど、柿でしたっけ。そう、ね、なんか勝率こう、お菓子じゃなくて美容外科の美容外科なんですよ。柿の美容外科。もともとそうですよ。お菓子やと思ってたの、もともと。もともと柿の美容外科っていう。柿の美容外科。柿の美容外科で。柿野さんなんだ。柿野さんが、その、仕事してたらね、もうここ5、6年で、もう二重にする人がめちゃくちゃおるんですよ。めちゃくちゃ来るの。みんな二重整形に来るの。あれ、サイズがってことですか。ここのまぶたを切った部分を、ね、ずっと、いや、本当にそのまぶたの部分を切って、それ捨てないといけないじゃないですか。だからやっぱ、そうなのよ。で、そう、無駄やなって。だから無駄やなって、無駄やなって思い出して、その柿野さんは。うん、こんなにここ切って、この形のやつずっと増えて、ね、ゴミ溜まっていくし、これ捨てらなあかんっていうので、うん、これちょっとどうにかせなあかんということで一回上げてみたんですね。一回上げてみたんですよ。ちょっと嘘でしょ。一回上げてみたの。フライにしてみたら、あ、食べれるやんってなって、うん、まあ、柿野さんやから柿野はそのままね、これまぶたなんですか。まぶたですよ。ショックだよね。これまぶたですよ、人の。こんなにやってんだ、みんな。そうですよ。だからもう柿野さんがこれ売り出そうということで最初売り出したのがこの柿の種。あ、なるほど。サイコパスの極み。結構すごいですね。これは嘘ですけどね。すごいよ。ホラーか。強烈美容外科。ホラーだわ。面白い。そうだ、面白いね。そうだ、そう。うん、柿の美容外科だから。おいじゃ、発想がすごい。その勘違いはちょっと怖かったね。勘違いじゃないか、本当だから。柿野さんだから、うん、ありがとうございます。柿野さんのはもうシンプルです。もともと全然違う名前だったんです。柿の種じゃなくて、もともとはしんちゃんの眉毛っていう。あ、そうなの。あ、そうなんですね。っていう名前で勝手にね、売り出してたんですよ。うんうん、それよくクレヨンしんちゃんってことですか。クレヨンしんちゃん関係あるの。その許可を取らずに、あ、便乗、便乗商法で勝手にしんちゃんの眉毛って出っ張りしてたの。勝手に勝手に勝手にチョコビの隣に置いて、あー、なるほどね。初入会を売れるんじゃないかと思ってやってたら、案の定テレビ朝日に怒られて、当たり前よ。じゃあ柿の種じゃんっていうね、見た目でね。嘘でしょ。柿の種メーカーから訴えられるってきてる。まあ嘘ですけど、ね、嘘ですけどね。はい、発想面白いですね。面白いね。しんちゃんの眉毛ってね、うん、これずっと見てたんだろ。何しよう何しよう、どうしよう、どうしようどうしよう、しんちゃんの眉毛だってすごい。もめはまぶたに見えたけどね。すごい、すごい顔に似てるんですね。はい、じゃあちょっと嘘がちょっと下手くそというか、うん、みんなね、そうね、ちょっとね、ピーナッツって名産どこか知ってます？あ、柿の種じゃなくてピーナッツ、ピーナッツの方なんですけど、種の方の話ですかね。そうなんです。生産、昨日知ってたんだけどな。分からん、昨日知ってた、忘れた。今日今日忘れちゃった。ピーナッツって千葉が一番取れる場所なんです。あ、そうだ、そうだ、誰か誰だっけ、誰か千葉クリーンの時言ってたよね。言ってたよね。二番目に、その千葉県は有名なんですけど、二番目に取れ、名産地って多分みんな結構知らないと思う。知らない。茨城。当たり。ごめん、すごい、ごめん、すごい。あんまり知られてなくって、でそのね、茨城の困ったピーナッツ農家の人がどうしようと思って、うん、でちょっとおせんべい屋さんに相談しに行ったんですね、うん、そしたら、うん、そのおせんべい屋さんがちょっと頭がいいおせんべい屋さんで、うん、お花見って結構みんなするじゃないですか、はいはいはい、で春はお花見するけど秋の紅葉を見ることってあんまり、見に行くけど何かつまむってしないじゃないですか、うんうん、つまみながら行くみたいな、その時にそのピーナッツと同じぐらいのちっちゃいおせんべいをにして、
で、そうするとあの食感もいいじゃないですか、うん、おせんべいだけだと飽きるし、うん、ピーナッツだけだと飽きるし、うん、っていうので混ぜて、でこういう商品を作ったんですよ、うん、で秋にちなんで、秋はねやっぱり柿が美味しくて、柿の種にあの形が似てるってことから柿の種っていう名前に。ちょっとうまいんだけど、信憑性があるよね、本当そうなんでしょ、本当そうなんです。あ、嘘なの、本当でしょ、本当です、本当です、嘘でしょ、どっち、え、本当です、知ってたんですこれ私。え、そうなの、え、嘘ですか、嘘やろ、ねえ、嘘やろ、ねえ、嘘やん、嘘ですよ、うますぎた、あのしーちゃんが本当のやつ知ってるから、本当なんですよ、本当は、本当は、小判型のあの型で切り抜いて最初作っていたんですけど、うん、その型をうっかり踏みつぶしてしまいました、でも型、その型を踏みつぶしちゃったまんま使ってたら歪んだ小判型のおせんべいができちゃって、でお客さんにこれは小判じゃない柿の種だよそんなのって言われて、その言葉をお客さんの言葉をヒントに柿の種ってもうつけちゃったっていうのが本当の由来だそうです、見た目ってことですね、だから踏みつぶすってどういうこと、だから小判型のこの小判型の 型でやってたけど、鉄鉄鉄鉄、うん、それが落ちて歪んであのこのこの形になったわけ、このピシャってなって、ね、だから柿の種やろうって、もともと小判だったのね、へー、よかったね、こっちの方がいいよ、ね、潰れて、でもね、そう食べやすいしね、こっちの方が、こっちの方が食べやすい、え、小判もちっちゃかったの、もともとちっちゃかったと思う、この大きさだけど丸かったのね、もっとね、どれが一番良かった、今の嘘の中で、リン、確かに、まあ、本当っぽかったもんいやさ、でも発想まぶて面白かったそうでしょ、うん、そうでしょ、ユーモアショー、美容外科ではない、なかったでしょ、みんなそれほど発想はなかった、まぶたを上げてみたんだよ、まぶたすぎる、怖すぎる、形がそうじゃん、だってやっぱり確かにね、まぶたの形でしょ、ね、うん、まあ、やっぱりリンちゃんが一番嘘がうまかったとか、そう、説得力が ね違うのよね、うん、嬉しい、理由付けがねちょっと、うん、なんかすごいやっぱ理論的じゃない普段から理論がやっぱりね、で今のしーちゃんの説明が嘘だったらサイ&ゴーの展開確かにこれは本当なんです、本当でしたね、これは本当なんです、じゃあ次いきますか、続いていきましょうか、うん、また嘘が続きますからね、皆さんよろしくお願いしますはい、続いて雪の宿、あーむずい、むずい、これもおせんべいシリーズもう、うん、白いからでしょ、さあじゃあ、まあね、リンからいきましょうか、また私からいきましょう、逆サイからいきましょう、難しいこれ、いやー難しい、いきますね、はい、雪の宿、有名な雪の宿なんですけど、実はさっきの柿の種と同じメーカーが作ってるんですよ、あーなるほどね、知ってました、そうなの、アジアン工製菓っていうところが作ってて、はいはい、新潟の会社なんですけど、うん、ちょっとこれみんなあの調べたよ一緒だあのここに参考 A って書いてあるんですよ、あ、書いてあります、ね、書いてある、参考 A って書いてある、裏に書いてあるんですね、製、あの製造が、うん、で、参考 S なんですよ、さっきの柿の種は、何が違うの、どこですか、製造元が製造元何、めっちゃ調べる、 S って書いてあるんです、あ、こっちじゃん、本当だ、あ、本当だ、で、A の方が先なんで、あのこれが一番最初のお菓子で、これが妹、そうなんです、妹、そうなんです、妹なんで、ね、兄弟なんですね、そうなんです、これもその柿の種、ピーナッツ会社が売れない時に困って、あの相談したおせんべい屋さんが、ピーナッツめっちゃ売れないぐらい、相談したおせんべい屋さんが、そうなんです、本当に、で、ちょっとこのなんで柿の種作ったかっていうのもつながるんですけど、うん、すごい、もともとの雪の宿のおせんべい屋さんじゃなくて最初、うん、お砂糖屋さんだったんですよ、で東北、その新潟に会社あるんですけど、東北地方って結構私おばあちゃん家もあるんですけど、しょっぱい味付けが多くって、あんまり甘いものってその売れないんですね、で売れなくて困ってた砂糖会社がちょっとなんとかして売れないかなと思って、たまたま自分のお家にあったおせんべいにあのお砂糖をかけたら、ちょっと美味しくって、うん、でこのかけた感じがちょっと雪に見えるじゃないですか、うんうん、でこの寒い日とかみんなこたつに入ってこのね、みんなで一家だんだん食べたらいいんじゃないかっていうので、雪の宿っていう名前の由来があったんですよね、ん、名前の由来になったんです、あれ説得力ないですか、ちょっとさっきよりなかったね、いや、すごい途中まで良かったけど、由来がすごい、なんで雪の宿、その、あの雪が降ってるみたいじゃないですか、うん、で、雪の中、みんなでそのこたつね囲んでこれを食べてほしいっていう願いを込めて、雪の宿っていう風な、なるほどね、なるほど、いいですね、でもいいですね、土地名とか出されちゃうと、うんってなっちゃう、そんな感じです、嘘ですよね
嘘ですね。これは嘘ですね。柿の種はいけてましたね。でもね、同じとこなんだね、でもね。同じとこなんだ、本当だもんね。それ調べてんだもんね。素晴らしい。結構、でもなんか、上手だし、上手。本当っぽく感じちゃう。うん、なんか洗脳されちゃう。理論立てるのが。で、しーちゃん、次この雪はどう、何に見えてるやばいじゃん。しんちゃんの眉毛、次は 何が来るんでしょう。何やそれ。いや、これは何に見える。何やそれ。由来はこれ、もともとおせんべいじゃなかったんですよ。違うんや。違うんですね。違うんや。もともと何だったんですか。じゃなかったシリーズね。ミルクを、これね、お砂糖じゃないんですよ、この白いかかってるやつ。生クリームなんですよ。これほん、これ本当です。生クリーム使用。書いてあるからね。北海道の会社が、北海道の牛乳から作った生クリームを広めたかった。だけど、おせんべいめっちゃ利用されるんだよ。ね、売りたいから。乳製品も、うん、もうやり尽くしたの、うん。もう、じゃあ次何にしよう。で、おせんべいにちょっとだけかけて、一緒に焼いてみたらすごく美味しい。すごいね、考えながらしてました。バレてる。どうした？どうしました？あーもう、はい、ミルクを、牛乳を作ってる会社が、雪印が、うん、笑ってるやん。笑ってるやん。どうしたの？しーちゃん笑ってるやん。雪印さんが出てこなさすぎて笑ってるやん。牛乳を広めるためにおせんべい会社とコラボして作ったのが、こちら雪の宿となっております。名前の由来だから商品の説明で。確かにリハの時の通りもの時から参加してなかったの。聞いてる時だったのね。しーちゃんはね、あ、そうもやってないやってない。しーちゃんだけ逃れた、うん、振らないでって空気を出してたそう、私はやらないよ。いや難しいよね。2回やってました。うちは2回やってた。通りもで2回やったからはっはっはとか言ってそう、自分でやってた。さっきのはそう、さっきの嘘ですとか言って急にまた思いついたんだ。リンのオランダの下りを聞いてペルーが黒船で来てとか言って、ペルーじゃないし、ペリーだからねっていうのも、そうなんですよ。その話はいいんですよ。次もう行きましょう。みんなね、なんかごちゃごちゃ言ってますけど、これはもともとは童話です。わかります。みんなごちゃごちゃ言ってましたけど、これ童話です。昔々の話で、おじいさんがね、いつも山でこのおせんべい作ってたんですよ。うん、で、雪のね、吹雪いてる日におじいが山登りして、その自分のね作ってる小屋に行こうとした途中で、女がしくしく泣いてるわけですよ。うん、あらと思って、結構可愛いんですね。うん、どうしたんやって言ったら。雪ですってずっと言ってるのその子は。あ、雪なんやと思って。ホラーですか。まだホラー、まだホラーじゃない。雪ですって言ってるから、うん、あ、雪ちゃんかって言って、じゃあちょっとここ寒いから小屋行こうかって言って小屋まで連れて行ったんですね。うん、で、せんべい乾かす時に、じゃあ乾かしてる間にわし寝るから、こっちの襖の向こうで寝といてって言って、もうええわお前は。で、こっち寝といてって、寝といてって襖挟んでね寝てたら、その雪がね、絶対見ないでくださいって、私が寝てる間に絶対見ないでくださいって言うわけよ。で、おじいはやっぱりでも気になるから、やっぱり年頃の女が襖の向こうにおるから、おじいは気になって覗いてしまったんですよ。じゃ、そのせんべいに向かって、そのゆきちゃんがふぅって、そうですか。違う、ゆきをかけてんすよ。雪女、雪女だった。で、そう、おじいがはぁーって言ったら、ゆきちゃんが見たわねって言って、どっか行っちゃったの、ゆきが。ゆきがどっか行っちゃって、で、おじいはもうすごい悲しくなったわけ。せっかくゆきと、そう、あー、もう見れんかったよかったと思って、でも、残して行ってくれたせんべいを見たら、なんか白い感じの、なんか、いい感じになんか白いものがかかってて。そうなの。で、売りに出してみたら、結構流行って、結構もう小屋も建て直せたわけよ、もう。流行りまくって。流行りまくったから。そう。だからでも、おじいさん雪を忘れられないから、うん、雪の宿っていう宿をそこに作って、せんべいから雪の宿屋さんにして、うん、雪をずっと待ってんのよ、まだ。泣けるやん。待ってんの雪の待ってんの、まだ。泣けるじゃん。だから、待ってんのよ、これはまだ。待ってんだ。なんかね、鶴の恩返しと八甲の、そう、感じが入ってて、そう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 。だからまだユキを、だからユキちゃん帰ってあげてください。ユキの宿に、これを見てたら、ぜひこれを見てたらユキちゃん帰ってあげてください、うん、もう
なるほど。そうというこれが昔の童話をモチーフにして作られたあのお菓子です。これは切ないお菓子。切ないね。そうそうよ。ゆきちゃんなんでそんなことしたんだろう。何風おせんべいに。なんかだから変えたかったんじゃない。ずっとおじいこれずっと作っとるなって思って、うん、こういうことだよ、うん、新しい風吹かしなっていうことでそうなりました。なるほどね。はい、あいいですね。はい、うん、そういうことで。いや、どうは良かったね。どうは良かった。ありがとうございます。しかも、ないもんね。なんか。ぽいでしょ、うん、もう童話であってほしい。まあ、そうだしね。ちょっと汚いですけどね。ちょっと、ふーって。臭そう。ふーって。でもまあ、息だから。見たわね。ゆきちゃんの、そう、息だから、これは。ゆきちゃん今度から食べるときはゆきちゃんの息なんだって思いながら、ね、食べてください。はい。なんか、いろいろ言ってたけど、うん、そんなに面白くなくて。うんうん、なんか普通にあのしょっぱいのもあって甘いポタポタ焼きみたいなのも流行ってどっちも流行ってていいなって思ってどっちも一緒にちっちゃえばちょっと一緒にちっちゃえば一緒にちっちゃえばって一緒にちっちゃえばどっちも一緒にしちゃえばってことでしょっぱいのと甘いのコラボレーションするのをもう2年かけて開発しました。この成果頑張ったんだけどなんか急に出してもなんかそんな気づかれなさそうだから、うん、なんか名前もちょっと雪かかってるけど雪っぽいけどなんかそれ以上の発想がなんかなんともね、うん、決め手になるものがなくてもう一般募集しようってことで、うん、あの一般の方に募集をかけて、そう選ばれた方には10万円だよっていう10万円募集をかけたら結構募集来て結構もらえるね、うん、であの投票3個選んでこれ1位になってそんなこともあり売る前からもう話題でみんな知ってたんで、うん、もうもう売れに売れて売れに売れちゃってここまで来ました。なるほどなるほど、ね、売れた。じゃあリアルでしょ。別にやっとそうですね、みんなから集めたっていう、うん、申し訳ないけどその深い意味なくて。あ、なるほどなるほど。まあそういう深い意味がないお菓子なんですよね。多分浅い感じで作ったんですよね。じゃあこれにかけてる気持ちはすごくあるけど、うん、由来は浅いけどね。由来はそうこれをね、やった人にしかわからん。なるほど。公募したそう公募したことに意味があるから。なるほどね。なるほどね、うん、はい、はい、嘘でした。嘘でした。嘘なんね。そうですね、これも私もちょっとね昔話、日本昔話みたいな話になってしまうんですけど、おいおいおい、今ちょっと影響されてる。おいおいおい、思ってたの。でもそのでも童話じゃなくて、うん、いやでも本当話ですかこれ。まあね、あそえそすごいね、あの登山流行ってるじゃないですか。雪の中で登山流行ってんの。どこで流行ってんのそれ。初めて聞いた。エベレスト富士山。昔昔に、うん、その山を登ってたおじいさんが、いやお前、お前かぶっとるやないか途中まで。途中でふぶいてきちゃったんですね。うん、で結構もうとにかくお腹が空いたと、うん、おじいさんが、おじいさんが、うん、で10個の中に、うん、カップヌードルとせんべいが入ってたんですよ、うん、でヌードルはお湯がないからダメだ。昔カップヌードルだね。まあちょっと一昔前最近ね、最近ね、ちょっと前、うん、まあ、ちょっと前、そんな前じゃないんだって。だから、ちょっと前って感じ。いつやねんそれ。いつやん、ちょっと前。昔じゃなくて、ちょっと前。ちょっとね、一昔。ちょっとね、うんうん、ちょっとね。で、ラーメン食べたいと思ったんだけど、お湯がないから、せんべいか。なんかせんべいで喉乾くし、うん、どうしようって思って、じゃ急に、ラーメンってお湯入れたらさ、伸びるじゃん。うん、増えるっていうことで。笑ってるやん。せんべいを雪につけたらこう膨らむんじゃないかっていう、うん、お湯じゃないのに雪に水の湿り気で増やそうって、うん、増えるわかめちゃんみたいなね。そうで、まあぶっちゃけそれで濡れせんべいができたんだけど。ああそうなんだ。それで濡れせんべいができたんだけど、でわってで雪をこうシャンシャンと降る雪でさ、下につけた汚いもんだからさ、こうやってやってたわけ、こうやって降り積もるまで落ちてくるやつを、落ちてくるやつをで、そしたらこういう感じになったわけよ。あー確かにまだらだね。そうで、ふぶいてんのシャンシャンと降ってるのわかんないんだけど。確かにさっきふぶいてるって言ってたもんね。ふぶいてるからだからこういう感じ。さっきと違うの。さっきはこういう感じで探してたやん。もう探してたやん雪を。ふぶいてるから、うん、こういう感じで顔を押さえるように、うん、そんな中出してこうしてたってことね。こうして1枚ずつこう1枚ずつこうなのって見たら、あのこういう感じになってたわけ、うん、
あ、かわいいと思って。かわいいと思ったんだ。かわいさ。え、かわいいの見てるときどんな感じなの？もうこういう感じ。こういう感じなんだけど余裕だ、ね、動いてるから。でもあんまりそこまでついてなかったね。だからこの白いのがね、こうピリリっていうのは吹雪なの。吹雪をイメージしてやってるんだけど、うん、で一旦ちょっと吹雪が止んできたわけ、うん、木の下に行ってみると、うん、その雪がすごく綺麗にちょっと積もってんのね、うん、でちょっとペロって舐めてみた、うん、まあ味ないじゃん雪だからね。そうで思いのほか ふやけなかったわけ、うん、雪だからね。雪だから、ね、ぶっちゃけそれで鍋せんべいできたんでしょ。そうどっちだからそれはそれをその下にやってたのね。あの降ってる降ってるやつだと足りないのよ ね、 そうね。だから2つやってるから、うん、あそう2つこれ 2枚入ってるからさ。一気に2つ。あ試してみた、ね、そう2枚入ってるから効率悪ない。だからじゃなくて雪の宿の前、このただのせんべい2枚、だからサラダせんべいあるじゃん、はいはいはい、サラダせんべいもさ、その人、うん、ああ、なるほど、ね、超せんべいを、超ほっと前に突っ込んだのと、こう、吹雪と、うん、で、突っ込んだのをやってみました。やってみたら、やってみました、うん、そうすると、まあ、びちょびちょになって増えたけど、こう、吹雪の方はあんまりできて、うん、まあ、ならなくて、うん、ベッて見ると木かわいいってなって、うん、で、そのままそれ持って帰ったんです、うんうん、でもちろん溶けちゃうわけ、うんうん、そうね雪やからね。帰ってばあさんにこれさって雪を、あそうだじいさんだったんですよ。今思い出したよ。今じいさんだったこと思い出したわ。そうかけたら、ね、すごい可愛くて、でそのばあさんせんべい職人なわけ。えわ、ー、かりました。せんべい職人だけどサラダせんべいを持ってきた。おばあさんのせんべいではなくて、おばあさんせんべいを持ってないんだけど、ばあさんわかりましたって。そのおばあさんがそう雪の、うん、雪っぽくよな、なに、やってみましょうかって、やりましょうかっていうことで、うん、角砂糖をさこうやってあの生姜とかさ、うん、するやつ、そうするやつ、粉砂糖じゃなくてね、おろし器、おろしやつ、おろし、その時ないから粉砂糖は、うん、ちょーっともあったんじゃない。カップラーメンあるんだったらあるよね。そうそう、雪感を出したいなら角砂糖だってことで、あ、送ってる感じは、そうそう、角砂糖でこうシャシャシャってこうやってやって食べたら、え、甘いのとしょっぱいの美味しい。だから別に甘いっていう考えはなかった。おばあさんはただ雪に見せてあげたかった。そのおせんべいはサラダ、おばあさんのそれは違う、サラダせんべい、サラダせんべいでかけて食べたら、あ、美味しいってことで、うん、じゃあこれを販売しよう、名前どうしよう、じゃあ俺の家でできたし雪だから、じゃあ雪のやつにしようっていうことでこちらになります。はい、それ本当ですか。これ嘘です。嘘に決まってんじゃん。ちょっと話が長かったかな。超前にサラダせんべい。リオチの辛そうな顔がツボ。これ絞り出してる。まだ雪の由来しか出てないって言われて。いや、出して宿出したじゃん。最後宿だったよね。家でましたもんね。そう、家だよ。いやでも宿の感じで言ったらお豆がすごく。そうよ。しかもロマンチックだから。ロマンチックだよ。ずっと待ってる。そう、雪ちゃん待ってんだからずっと。じゃあ一旦誰が先に良かったかな、一番。一番誰が良かった？お豆良かったけど、ね、お豆良かったよ、ね、もう良かった、もう優秀で面白かったしね、うん、やったー。じゃあ本当の由来、はい、本当は、このおせんべいを作った会社の社長さんが出張先の、雪が降ってる宿で思いついた雪見宿、雪を見る宿を思いついて、電話で社員に雪見宿で行くぞ指示したんだけど、その社員が電話で聞き間違えて雪の宿、で登録しちゃったっていうのが、この聞き間違いが本当じゃ雪見宿だったんや。そう、雪を見る宿で雪見宿が本当の社長が思いついた名前だったんだけど、聞き間違えてこうなったんだって。なるほどね。結構シンプルですね。シンプルだね。今まですごい話したけどね。シンプルだよ。今度は何かあったらこれ使うわ。違う由来の時に聞き間違えたっていう。聞き間違えたね。でも聞き間違いがなかったらさ、雪の宿なんてワード出てこないよねきっと。確かに、うん、濡れせんべいどうやってできたんだろうね。濡れてるから。でもそういう感じだと思うよ。あ、濡らしてみようみたいな感じで、濡らしたら、あ、濡らしたらうまいやみたいな感じだと思うけどね。なんか良かったですね、うん、この、うん、面白い。どうでした？大丈夫みんな。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと嘘つかされてるから、ね、ずっと嘘ついてるもんね。以上、お菓子の由来は何でしょうでした。イエーイ。コメントどうですか？
いい感じで。あ、コメント。でもずっと拾いながら。あ、面白かった。よかった。よかったね。ツッコミうまいって。笑いが止まんない。パチパチしとる。やった、笑い、笑いが止まんない。サラダせんべいの由来が知りたい。確かにね。確かに。確かに。確かに。結構いい企画でしたね。うん、他のお菓子でも。ね、できそう、ね、本当はあのご当地のね、そう地方のお土産でやろうとしてた、通りもんとかすごいよ、あれ面白かったね、通りもん一番面白かったですよ、うん、あれ天才でしたよね、あれは天才的やった、天才的あれ本当本当な感じしてたよね、うん、あとまあベニーモタルトとかでもやりたかったね、あーいいですね、確かに、そのままじゃない、え、と思うじゃないですか、と思うでしょ、もういい、大丈夫、危ない危ないっていう感じで、でそんな感じで次のね企画はですね、はい、じゃあちょっとタイトル言うんだけど変なつなぎにしちゃった今じゃあ次の企画どうぞ本物の私物はどっちだーイエーイはい、これもですね、ギリギリ東京クリエーズを見ていただけた方、見ていただいた方は知ってると思うんですが、うん、この間ね、メンバーでお台場にロケしに行ったんですよ、うん、で、その時にギリギリ東京クリエーズ生の方でせっかくお客さんが来てくれてるのに、なんかもうちょっとね、もうちょっとなんかプレゼントしてあげたくないっていうので、ね、じゃあここでちょっと私物っぽいのを買って、うんうん、本当の私物も持ってってまたそこでスピーチして、うん、その本当まあ、どっちだっていう、うん、今日今のとちょっと似てるよね、今のちょっと嘘つき大会みたいな、嘘つき大会エイプリルフールではないですよ、ね、そう、嘘つき、で本当の方にはあのサインを、あれペンはサインを書いてみんなにあげるんですよね、はい、サインを書いて渡しますが、偽物の方を本当だと思っちゃった場合は、はい、あのサインなしでただ買ってきたやつをあげるという感じのサインペンです、マッキーで、みんな2つずつね持ってきたんですよね、ずつずつ持ってきたんですけど、あの入り口で番号を配られたと思うんですが、はい、ランダムで今から番号を言ってくるので、その番号の方に当ててもらいます、当ててもらいます、皆さん番号は自分の番号を確認してくださいよ、だから推しとかも関係なく当たるかもしれなくて、うん、そう推しでもない人の私物でもないものが手元に来る可能性もあるので、その可能性はある、はい、その場合はじゃあ交換庫してください、よあのそうね、いい感じにトレードができそうだったら、じゃあやりますか、あ面白い企画考えるなって、わすごい天才でしょ、いいなって、天才でしょ、みんな今日来たらよかったでしょ、そうだよ、来るといいことあるよ、そうだよっていう感じでね、はい、じゃあ誰からいきますか、じゃあ私からいきます、はい、まずこのポップコーンとドラえもんの貯金箱なんですけど、うん、キーホルダーと、そうキーホルダーと貯金箱、このポップコーンのキーホルダーは映画館を見に行った時にあのポップコーン頼んだんですね、で映画館にね、あ映画館に映画を見に行った時にそのポップコーンを私絶対食べるんですよ、でキャラメルか塩かで、私絶対塩にバターかけてもらうんですけど、バターをね、バターバター、でも一人で行く時ってさ食べれないじゃん、ダブルってダブルだね、そうだけどダブルを頼むとこれがついてくるよっていう、あーの知らずに、うん、その時友達と見に行ってたから普通にダブル頼んだんですよ、ダブルとかそのハーフハーフ、はいはい、でついてきて、まあこれはずっとつねちゃんのなんか飾りというか首輪のここら辺につけてた、うん、つけたつねちゃんの私物それつねちゃんってかつねちゃんのじゃん、一回可愛いからつけてみたら、うん、でも邪魔でこう外して、絶対邪魔や、外してずっとまあ家に置いてあったやつです、うん、これねポップコーンで、こちらはですねあの射的で当てました、お祭り、お祭りです、お祭りっていうかお、それもこれもお台場なんですけど、お台場のにジョイポルスの上、うんうんうん、射的場あったじゃん、うんうん、あそこでこうやってパンって当てたやつ、あの時じゃない時にね、あの時じゃない、もうちょっと前にパンって当てて落ちて、で家これ貯金はしたの、貯金しまい500円入れてました、あちゃんと抜いてきた、当たり前じゃないですか当たり前じゃないですか、そうあげるわけないよねものです、なるほど、はい、さあ何番に、何番にしようかな、リュウチ9が好きだから9番の人、おあ希望、希望、あ、おめでとうございます、どっちが本当だと思います、ドラえもん正解でーす、すごーすごいですね、じゃあちょっとサイン
置かせていただいて。これはどうするんですか。これはもう持って帰ります。あ、持って帰るのね。これはあの買いました。これ普通に買ったお台場で、お台場で買いました。え、でもエピソード的にどうだった、このポップコーンの。本当っぽかった。あ、嬉しい。本当っぽい、ついてきそう、うん、そう、うん、本当っぽいからね、それにしたんですよ。で、ちょっとこのドラえもんをね、やっぱ射的でやったっていうのが本当すぎたかな。まあ確かにやってないとそれあんまり想像つかないかもしれない。これを射的でね、うん、じゃあこれは後ほど、あ、すいませんちょっとちょうど割れるところに書いてしまったすいません、申し訳ないです。見えるかな、見えてるかな、割れるところに、まあまあ、失礼しました、まあまあ、くっつけとけばね、まだハマる、まだハマりますから、うん、お金貯めてください、これで500円でお貯金、はい、じゃあ次どうぞ。まあ、全然本当に私物なんで面白くないんですけど、うん、これは手ぬぐいです、うん、舞台とかに出るときにさ、うん、楽屋の笑ってる楽屋の前にあの引くじゃないですか、うん、あ、そう、鏡前に女の子は結構ね、そうそうそう、引くんですよ。汚さないように机の上に引いてました、うんうん、で、これはまあ普通にポーチで遠征に行くときとかにあんなものやこんなもの入れてました。うわ、何パンツパンツやん言ってない言ってないじゃん。パンツ入ってたな。はい、そんな2つです。いいね、はい、はい、何番にしますか。あ、何番、うーん、じゃあね、21。え、あ、クリちゃん、おさあ、どっちだ、どっちが本シブプーさんすごい、プーさんに行くのね。なんか詳しそうだから、ね、詳しそう知らないけど、いいよ、いいよ、クミちゃんの好きな方でいいんだよ。なんかそのあんまり、そのポーチにあんまり持たないかなってイメージがある。うーん、あ、こっちが本物ってこと。そう、こっちが本物、本物、あ、違うかなファイナルアンサー、うん、こっちが私物でした。あ、じゃあこちらはサインなしでクニちゃんの方にいただきたいはい、じゃあ後ほど、まあ、使えるものですからね、うん、でもこれ本当にいいなと思っちゃって、うん、かわいい、おしゃれに使いたいです。そう、メガネ、メガネ、あの新品なんで、はい、使ってください、ぜひ全然使ってください。はい、はい、じゃあ次はお豆ちゃん。はい、お豆はこれ2つなんですけど、まずこれ、まあ、2枚あるんですけど、これポストカードっていうのかな、うんうん、ポストカードをこれ、お豆今家引っ越したんですけど、その前の家からずっと置いてるんで、多分4年ぐらい一緒にいるんですけど、うん、お豆ずっとご飯食べろ食べろってちゃんかながおった時からずっと言われてるんですよ、うん、でご飯すごいあんまり食べるの嫌で、食べるの嫌って言ったらおかしいんですけど、なんかそこまで食欲、欲がないんですよ、うんうん、食がたくさん食べないもんね。そう、でもすごい顎がとんがってくるから、いつも見えるとこに Are you hungry? って聞いてるっていうのをずっと飾ってそう、だから家帰ってきて、あ、食べるの面倒いなと思ってパッて見たら、あ、うわ、食べろって言ってるみたいな感じでずっと思い出してた、共に、うん、育ってきたポストカード。結構黄ばんでるもんね。そうなのよ、でも、まあ、そういうデザインです。そういうデザインそういうデザインそうなのよって言ったけど、そういうデザインです。レトロなやつ。そう、レトロなやつ、可愛いんでね、うん、これは。可愛い。で、あとこれ、そう、うん、お豆はよくそう、これは可愛いの、うん、よくお豆は半身浴するんですけど、それと一緒に結構ずっとやばいじゃんいる。え、お豆のね、何何お豆も見てるってこと。お豆のお豆も見てるし、エキス付きでしょ。エキスは付いてる、共にエキスと共に。しかもこれいいんですか。いいんです、もう2匹いて、大きいのとちっちゃいのもう1匹ずついるんですよ。だからお母さんと娘を離婚して持ってきました。あ、そう、離れ場を。うちはお父さんと、はい、息子がまだお風呂場にいるんで、これちょっと、はい、離婚させてまでね持ってきたんで、大事にしてほしいですね。そう、だからこれは本当に大事にしてほしい、うん、マジで、はい、これ大事にしてほしい、マジでね、マジで。じゃあ何番、何番にしよう。7番、ラッキー成分。え、あれ、お、あ、ラッキー成分。どっちだと思いますか。どっちかと思いますか。ひよこが本当、ひよこが本当、ファイナルアンサー、ひよこは嘘です。ただのひよこ差し上げます。これでもお風呂で使える。使わないでしょ。使ってね、これ使ってね、笑うんだけど。え、ひよこの話本当だと思ったってこと。かわいいよね。こっちの方が使
ってそうよね。なんか嘘でしょ、絶対ないでしょ。こんなの使わないよ。だって半身浴するもんね。ほんと半身浴本当にするから。でも本当に一緒に入ってたらもっとなんかついてるっしょ。なんか洗ってきたんや、洗ってきたんや。だから私新しいですよね。洗ってきたって言ってますけど、エキスを洗ってきたんや。もめはちゃんとはい、ね、ただのひよこ、ただのひよこ立ち上げます。いきます。こちらまず花瓶です。しーちゃんお花が好きなので、で結構あのやっぱお誕生日とかあのお花もらう機会が多いので買い足してるんですよ、ちょこちょこ、うん、でこれももうシリーズで揃えてる花瓶です。で、はい、ちょっと使っ他のシリーズと並べて楽しんで使ってました。でこっちがこう分かります、何か分かる、かぎ針、あの編み物をするかぎ針です。もうこれ本当に中学校からずっと使ってて本当にあげたくないんだけど、うん、もうこの一本でもうありとあらゆる作品を私作ってきたので、もう中学生の時っぽい色だね。でこれ使いやすいの、滑り止めになってて、うん、なるほどね、おにぎり鉛筆みたいになってて、リンがすごい疑いの眼差しで見てたよ。ものすごい疑いの眼差しで見てたよ。マフラーもセーターも編みぐるみも何でもこれ何でも編めるもんね。うん、便利なのよ、ボーバーって、うん、すごいですね。ちょっと思い出があるからあげたくないけど。通販番組じゃないから。本当にできるの。できるわ。はい、持ってきました。どうしようかな。じゃあ1番の人。おお、すごい、すごい、すごいね。押し当たった。どっちだ。これは当てないとね。当てないと、これは当てないと。プレッシャーやめて。いやでももらって困らないのはで花瓶なんて。そういう選び、まあね、そういう選び方が。テンショップで見たことある。そういう選び方が。どうですか、ファイナルアンダースなんですかこれ。いや花瓶にする。正解。ちょっと待って、これはエピソード笑っちゃったんだけど。いや買ったの見てたしさ、それで笑ってたっしょ。結構思い出した。いやもうすっごい疑いの眼差しで見てたもん。なんか椎名さんこういう嘘つくんだみたいな顔で見てた。どういうサインしてくれた。後ほど渡しますか、ね、後ほど渡します。これ見るところで、これはどうすんの。最後リンちゃん、はい、最後私なんですけど、あの私メンバーの中でねよく蚊に刺されるっていう有名なんですよね。めっちゃ刺されるよ、めっちゃ刺されて、でなんかちょっと今年蚊のアレルギーなんじゃないかってぐらい本当に腫れるようになっちゃって今年から。でイオンとかの外のライブの時本当すごいんですよ、うん、ということでちょっとこの蚊よけリングをスルさん使い古したやつ。使い古した効き目ないんでしょ。効き目飛んでるんじゃない。いや匂いまだ。え、どのぐらいの期間使えるの。結構長い、ワンシーズンちょいですね。多分 4-5 ヶ月は持ちます。あ、じゃあまだいけるんだ。まだいけます。結構秋とかもまだ飾れるので、うん、ちょっと超香る。でもめっちゃ刺されてるけど意味あんのかなそれ。そうなんですよ、ね、リンには効かないんじゃない。もう強烈すぎるんじゃない。他の人ならそれができるかもしれない。誰も座らないところで座れたりとかするけど、でもちょっと気休め的な、ね、感じですね。はい、はいはい、でこれはあのかわいいハンドクリーム。かわいい。新大久保で買った可愛いハンドクリーム。何の思い出もないやん。何の思い出もないやん。見た目、私パケ買いとか結構したんですよ。なるほどね。見た目がこれすごいね。うん、いい、自分みたいだなみたいな。可愛いお人形みたいだな。お人形みたいな。だるだるだる。だるいだるい。で買ってすごい香りも嗅ぎます、うん。保湿してくれる。急にリンちゃん大型だったっけって言われてるよ。え、大型です、大型です。大型です。結構ね、いい匂いです。ちょっとお花系の、バラ系の匂いですね。そうなんです、保湿がね。はい、で何番にしますか。18番で。18番。おー、おー、おー、おばあちゃん。すごい、どっちでしょう。はい、OK。こっちで、はい、いいの、本当に。はい。違います。騙されたー。買った蚊よけを差し上げます。買った蚊よけを。ミシオ、こっちはめちゃめちゃ、ね、結構使ってるから半分くらいもう使ってる。すごいね。いや、それもっと思い出歌ってよ、だからそのクリーム。全く何の思い出もなかったもんね。可愛 いハンドクリームね。まだ蚊の方がなんか思い出あったもん。二人しか当たんなかったね、意外と ね、うん、意外と、うん、ね。え、これ9時までやっけ。9時まで、ね、やばい結構やばいね。そう、結構お菓子が結構盛り上がっちゃった。そうだね、やっぱ。これもあげたかった。じゃあまあね、当たった方に後で差し上げます。はい、差し上げます。じゃあ以上、本物の渋沢どっちでした。最後はね、ちょっと
時間が許す限りフリートークしたいんですけど、ね、はい、どうしようかな、なんて言ったっけさっき、なんか、ああれだ、もし特殊な能力を一個持てるとしたら何を身につけて何がしたい、2つあるんですよね、お前迷ってる、2つあって迷ってる、何と何、透明人間 か、 あ、分かる、空飛べるか、あ、空飛べるね、空飛びたい、どっちがいい、どっち、1個いいよ、1個ならね、空かな、空飛びたいかな、飛びたいよね、飛びたい、どうしてそんなに便利かな、え、空飛ぶってすごい未知じゃない、うん、だからその味わってみたい、その空飛んでる感じを、ちなみに高さもどれくらい、鳥ぐらい、鳥ぐらいの高さでいい、うん、そんな上まで行きたくない、速さは、あ、そんな速くなくていい全然見えへんよ、シュッてえ、タケコプターぐらいってこと、ああ、そうね、だからもう鳥、鳥ぐらい、ほんと鳥ぐらい、え、鳥来たらどうすんの、大群、え、混ざる混ざる、全然混ざる、一緒に混ざる、病気になりそう、え、そこ病気になりそうじゃないですか、そう、でもなんかこう道が混んでたりしたら、うん、上を通ったら便利だよね、あ、うん、確かに、そう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 、でもリアルに今ドローンあるじゃん、ドローンを作ってる会社が一人だけ乗れるドローンを開発中らしいよ、でもあの機械で飛ぶんじゃなくて自分の力で飛びたいのよ、どだからこのままこれ、うーんやったらちょっと飛べるみたいな、そうみたいなぐらいの能力その何かをつけるとか何かをやらなくて自分が飛びたいの、うん、自分で飛びたい、なんかでもさ透明人間の方がさ、うん、今後結構ずっと活かせそうじゃない、でもね多分ね困ると思う、やったところで、うん、なったところで後悔すると思う、多分、あ、これ聞きたくなかったなとか、うん、これ見たくなかったなっていう、でも透明人間になんなきゃいいじゃんその時は見せていや、やってなってしまってたまたまもうここにいて、あ、メンバーが分かんないけど入ってきて、あ、もう出られへんなみたいないやだって透明だから出てもバレないよ、いやもう出られへんのよ、なんでなんで出られへんのそういうルール、なんかそう嫌なこと聞いたとか、そのなんか嫌な場所に行ってさ出られへんなったら嫌やん、それ、あ、サプライズの会議中みたいなところに自分いたら嫌ですよね、サプライズの会議中、でもみんながそんなことなんでサプライズのさ場所に先に来てんの、来なきゃいいじゃん、え、そのみんなが自分がいるって知らなくて、え、でも来週さ、なんかおまみさんの誕生日とかさ、みたいな話してるとこに行っちゃったけど、なんでその時に透明人間モードの、そう、透明人間で行く理由じゃあ透明でいたのよ、透明でいたらみんな入ってきて、たまたまみたいな、たまたま透明でいたの、そこにもっとあるでしょ、透明になったら行きたい場所、銭湯男子銭湯、銭湯に透明でって何するの、見るよ、見る見る、何を、男湯に入んの、いや、何、バンダイ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 だっけ、うん、あのお金のところでどっちも見る、だからこうやってどっちも見ない、どっちも見る、女のは別に見れるじゃん、あの見れるけど男見て女見てみたいなのが楽しいじゃん何なのそんなに見る、みんなは何がいいのよ、だってえ、私一回見たものを忘れない能力欲しいです、記憶、あるよね、絶対覚え、あ、絶対覚え、本とか見て、本とかふわーとかね、え、嫌なことも忘れられないよ、じゃん、えそうだよね、そうだよ、わ、これを全然覚えたくないわって、忘れたいわってことも一生覚えてるよ、ずっとやられたこととか、あ、じゃあ文字だけでいいです、文字、あ、文字、勉強、情報それちょっと辛いですよね、うん、あ、文字だけ、文字だけか、タイムリープかな、やっぱタイムリープしたい、瞬間移動、あの時をかける少女みたいな、あセンスとか好きなんだけど、なるほどね、例えば一回楽しかったことあったら、その楽しかったことの直前にまた戻ってもう一回やるみたいな、もう一回楽しいことはある、カラオケ10回ぐらい行ったりとかして、楽しさにありがたみ感じなくなりそうです、飽きそうじゃない、だってまた同じ歌歌われるんだから一回だからね、また一回だからこその楽しいじゃん、そうだよ、どうせまた言うちにブラジャー外すんだよ、カラオケでまた失敗もやり直すの、すぐやり直せる、で、え、あったよね、そういうドラマ、とどめのキスだっけ、キスしたらこう戻るみたいな、あ、でもある、ね、そういうのあるよね、あ、じゃあ自分なんかうまくいくんだ、悪いことがあったら戻して、そう、でもずっと戻すことになるよ、多分もうなんかちょっと先進んだ、あ、これ戻そうみたいな、もうその人生、ね、ずっと戻せるって思うとやっぱもう一回やり直せるって思うから、でもそれを利用してちょっと悪いことする、何なの急にブラックな、悪いこと、何すんの悪いことって、でもさそれ使えたらさ太らないよね、多分、あ、めっちゃ食べて、うん、幸せになって戻せばいいじゃん、確かに確かに、いいか、株で大儲けだよ、そういうこと、確かに、でお豆の男湯女湯めっちゃ可愛くない、株で大儲けしようとしてるこの人能力つけて、でもさそういう時って使えないよね、株で大儲けみたいな使えなくない、なんで能力、そういう時って
大体能力そういうのあるじゃん、まあね、そういうダメなことには使えないみたいなね。それあるよ、それあるよ、それあるよ、それあるよ。ないよ。何がいいの？めっちゃ迷ってる。何と何？能力って何がある？他に超能力欲しいんだから、ね、結構いっぱいあるよ。ゴムゴムのみたいな、なんか超能力バンみたいな、こういうなんかサイコメトラーみたいなやつでしょ。だからそれなんかこうやって頭で思ったらドアバンシッって閉まる。はい、わかる。あ、それいいですね。それいいよね。そういうなんか思ったことをできるみたいなね。そうそうそう、物を動かす力、はいはい、そうとか電車やばい遅れる電車止まれみたいな、シャッみたいな自分以外一瞬止まるみたいなね。そうとかそういう感じとか、なんかこううわこの人嫌だなと思ったらその人が嫌いなものを今目の前に、雲が嫌いだとするじゃん、うわこいつ嫌な感じだなと思ったらもうめっちゃ雲をそこで性格悪性格悪やってとか、逆にそのさ例えばそのまあそうだね、でも逆にいいことにも使えるから、例えば目が見えない人に対してこうちょっと頭の中に入ってお花畑を見せてあげたりとか。あ、目は見えるようにならないんだすごい発想だねそれそれは斬新な発想だ。お前その事故してるやつとかを止めるとかかなと思ったらさ中にお花畑を見せてあげるすごいねそれね、 それすごいね、見せてあげる。それはそうなんかそれいいね、孫の顔を見せてあげたりとかこうやって見て、あそうやらないとダメなの？あんな遠くからドア閉めないのに記憶はこんな近くに行かないといけないの？そう、だからそういう感じの能力が欲しい。なるほどね、なるほどね、そうそうそう、いいじゃん、いいじゃん、これいいでしょ、いい。これは？何がある？透明かな、透明だね。だからいっぱい食べても太らない能力とかでいいじゃん、そんなに食べて。でも戻せたりとかできるのってなんかやむやみに使ってそれも後悔しちゃいそう。うん、まあそうだね、だから戻せるのはね、うん、透明でなんか見ちゃおうかなって。ほら見ようとしてるやんお前と一緒の発想ですよこの人うん、ちょっとちゃんかなのちゃんかなちゃんかなのやつやん。あの着替えとか見に行こう。別に透明じゃなくて見せてくれるよ普通にそのまま見に行けばいいよもう瞬間移動も結構いいけど、やっぱさ瞬間移動も結構いい。でも移動の時間も楽しかったりするじゃん、その例えば新幹線はなんかいい風景だなみたいな。そうね、つまんなくなっちゃうね。結局つまんなくなっちゃうね、やっぱり能力持ちちゃう。だからもうあれ、前芸人さんがテレビで言ってたんですけど、うん、自分が行く時だけあの信号が全部青になる。あ、それ誰だっけ、いい、ね、陣内さんだ、陣内さんが言ってたんだ。めっちゃいいですよね、それいいね。あれそれもいいね。サイキクソウの才なんだっけ。あ、ね、あ、そうね、サイキクソウもでもそういう感じだよね。そう、サイキクソウになりたいの。頭で思ったことね。あと3分、あ、終わり。じゃあちょっと告知を、ね、時間を止めたいところですが、ね、まだ1個しかね喋ってないね。まだなんか告知の方に行きます、ね、はい、うん、東京クリアーズもう残すところライブも少なくなって、少ない、めっちゃ少ないよ、やばいんやけど。はい、10月の27日秋葉原、28日秋葉原、11月の7日が、渋谷グラと、11月11日もライブがありまして、ポッキーの日だ、うん、あ、ポッキーの日だね、うん、ポッキー食べようか。11月の17、18で、麻布10番ミミック東京にて卒業ライブとなります。予約のネットの予約がもうちょっと締め切ってるところもありますが、ね、うん、まだ手売りが若干、でも18日は一応完売なんだよね。そう、でも17もあと10枚ぐらいしかないって言ってたので、であと手売りが少々という形なので、はい、まだ早めにね、してない方はお早めに、はい、現物は絶対あのライブに来れば物販でありますので、うん、チケットをゲットして遊びに来てくれたら嬉しいな。ありがとうございます。いや、もうあっという間に終わりの時間が来ちゃいました。マジであっという間、早かった ね、 一瞬やった、ね、早かった。今年は渋谷のハロウィンお掃除ボランティアはまだちょっと未定です。今、ま、調整中です。あるかも、はい、かも。で、次週、次回か、次回のギリ島がギリ島はラストなんですけど、11月16日になります、はい、ぜひ11月16日にここ中野 V スタジオに最後のギリギリ東京クリアーズ生を見に来ていただいて、17、18は麻布十番のミミック東京に来ていただけたらなと。3日連続、お前も3日連続の東京クリアーズで締めくくってくれたら嬉しいです、うん、ね、今日も映像撮ってきたけど、うん、2日間ともめっちゃいいよね。めっちゃいいです。全く内容違うので、うん、曲も全然違うし、うん、映像も全く違うのでね、ね、見てくれたら超いい感じだよね。8年やってんのにその日で終わるからね。本当だよ、8年ってすごいよね。結構全然時間なくて、ね、小学校より長いから、やば、ね、今こうやってライブ見たら全然少なくてね、少なくてマジでやばいんやけど、ずっと10回って言ってたのにね。
全然もう4回ぐらいになってるもんね、あの卒業ライブ抜いたら、ね、キリト入れて5回、4回ね、少ないよ。ツインテールしなきゃ、みんな。そう、みんなで高いツインテールをやろうって言って、卒業までにどっかでやるんで、うん、普段できないもんね。そう、もう一緒やらないからね。うん、一緒やってもいいんだよ。いやいや、マミーナはやるかもしれないけどさ、競馬見ながらツインテールしてればいい。おかしいしょ、こんなやつから馬バラで、馬バラでおかしいよ。やったらいいじゃん、やったらいいじゃん、やったらいいじゃないね、本当にね。じゃあそんな感じで、ぜひ次回のギリギリ東京クリアス生でもお会いいたしましょう、はい、配信見てくれた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。そして会場に来てくれた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。